西日本の気温、暑さについてお伝えしていきます。現在9時20分の気温を見ていきますと、広く20度を超えており、また太平洋側を見ていきますと、赤い25度を超えているところが出てきました。今日は気温が上がり、暑さ感じられそうです。では今後の予想も見ていきましょう。一番気温が上がる頃14時の予想を見ていきますと、赤い25度を超えるところが多くなりそうです。少し雲が広がってくるところ日本海側から多くはなってくるんですが、ただやはり25度を超えてきますと暑さ感じられそうです。また今日は運動会というところもあるようですので、体を動かすときは念のため熱中症にご注意ください。以上、西日本の気温について確認していきました。